なんか新大病って緊張するんだよな。神社仏閣系列だからかな。おーっす。村田、渋谷、こっちこっち。あー、そんなとこに。お前、サンダルに T シャツってまたゆるい格好してんな。新大病の制服とかないわけ？ないない、そんなの。まあ巫女さんはシースルー、衛兵のお姉さんはミニが標準装備みたいだけどね。なわけねえだろ。君んちのお兄さんとか泣いて喜びそう。あ、それは否定しません。でもここ基本的に男子禁制の職場だろ。なんであんなコスプレなの？さあ、彼の趣味なんじゃない？昔っから女好きな人だったし。彼って？神王。え？神王ってそういうキャラ？まあここだってある意味彼専用ハーレムみたいなもんだろ。うわぁ、斬新な解釈だな。そう、でもありそうな話じゃない？あのさ、俺前から気になってたんだけど、村田ってもしかして神王のこと嫌い？なんで？だってなんかいつも評価厳しいじゃん。そうかな。知り合いだと軽く叩きたくなるもんだろ。そういうノリだと思うんだけど。ああ、お前口悪いもんな。あのね、まあ確かに恨んでないって言ったら嘘になるかも。村田なんてね。記憶は記憶、ただの過去の情報なんだって。だから僕は、少なくとも村田健は信用という人物に対して何かわだかまりがあるわけじゃないよ。本当に？渋谷、前に君にも言っただろ、僕の中に蓄積された過去の記憶っていうのは感情移入した映画を何本も主人公の視点で眺めてるような感じなんだって。だから案外平気だし人事なんだよね。ただ神王と共に生きた大賢者の記憶は僕の根幹に関わる部分だからな。いろいろ面倒だなとは思うけど、忘れられるものでもないから、こればっかりはしょうがないね。なんか納得できてない？いや、村田は関係ないってことは分かったような気がするけど、でもじゃあ大賢者は神王を恨んでるのかなと思って。ああ、僕の言い方が悪くて混乱させたかも。恨むっていうのはね、違うんだ。え？神王は大賢者にとって太陽だった。自信に満ち溢れ、迷わず他を圧倒し、戦に負けることを知らなかった。でも太陽という存在は厄介で、本人は無自覚のまま周囲を巻き込むんだ。あ、なんかすごい人だな。だから巻き込まれることは必ずしも不幸じゃない。太陽が姿を消しさえしなければ。村田？忘れるなと言ったのは彼だけど、忘れないと決めたのは僕だ。だから後悔はしていない。でも少しだけ恨みたくはなるね。僕が記憶を捨てられないのは一体誰のせいなんだと。そうか、だよな。だからまあ渋谷も頑張れ。新王とはタイプが違うけど、君も確実に誰かにとっての太陽なんだから。え、なんだよそれ。渋谷に何かあったら耐えられないと思っているものが渋谷の周りにはたくさんいるってことだよ。ああ。とりあえず僕のことなら心配しなくて大丈夫。それに信用とは約束もあるし。約束？どんな？ええ、内緒。なんだよもったいぶって、気になるじゃんか。まあまあ、時期が来たらいずれ渋谷にもわかるよ。本当かよ。まあそれはいいとして、じゃーん、渋谷見て見て、ほら。うわ、なんだこれ。どう、特大坂東くんフィギュア。特大ってちょっとでかすぎない？特注だからね、可愛いだろ。いや、まあ可愛いっちゃそうなんだけど、こんなの何に使うんだ？なんだろう。賄賂？グリエちゃん使用料かな。は？つまり最近フォンボルテール教の部下を使用で使いがちなんで、なんかお礼でもしようかなって思ってたら、グリエちゃんの方からリクエストされたんだよね。それがいるか？そう、フォンボルテール教へのお土産にしたいんだってさ。あんなに怖い顔してるくせに部下には慕われるよね、フォンボルテール教って。まあな、部下だけじゃなくてみんなグエンダルのことは大好きなんだぜ。そうか、いいね。じゃあ早いとこグリエちゃん経由で賄賂を渡しておかないと、せっかくの自信作だしさ。
いや、しかし新魔国の職人さんはやるね。この坂東くんもそうだけど、皆さん細工物とか得意でさ、海洋堂も裸足で逃げなすハイクオリティなんだよ。あ、歴代魔王コレクションとか言ってペットボトル用フィギュア発売したらすっごいウケそうだよね。村田村田、こっちの世界にペットボトルねえから。っていうかさ、新魔国じゃお前トップレベルの聖職者なんだから、もうちょっとこう。ああ、そうだ、隠しキャラに新王と大賢者とか言ってコンプリ特典でクリアタイプバージョンとか出して、決明状モチーフの特製展示台を期間限定発売いいとかどうよ。村田、我ながら結構名案、まあいわゆる一つの秋葉原商法。なんかお前と話してるとさ、時々俺どうしようもなくしょっぱい気持ちになるんだけど。うわ、それは大変だ。こら渋谷、塩分の取りすぎは高血圧のもとだぞ。な、微妙に可愛く言われてもな、はあ、もうどこからどう突っ込めばいいのか。あ、なんだよ渋谷、相変わらずノリ悪いな。待て、またムラケンズがどうのとか言い出すんじゃないだろうな。え、ダメ、武勇伝武勇伝武勇伝伝伝伝伝伝伝。もう乗っちゃったじゃん、ダメっつうか、もうなんでいつも芸人ネタ引っ張ってくんのね。なんだよ、相方に対して随分釣れないじゃん渋谷くん。あー、もううるさいってか、うるさい。武勇伝武勇伝武勇伝伝伝。